かそういうデータ的なそっちの人間でもまだちょっと掴み切れてないところがあって、でも伝わりますっていう話をするとね、あのミスター長嶋さんから来るあのイメージもあるし、どっちなんですか。どっちもですね、やっぱりね、どっちかってなっちゃうとメリットデメリットが極端。